はい、皆さんこんにちは。星ナビ9月号から、デジカメで撮って捨てないイメージで仕上げる、星の写真調整という連載を担当することになりました中西です。どうかよろしくお願いいたします。星の写真調整って、早い話がレタッチのことですよね。星の写真って撮りっぱなしよりもちょっとレタッチを加えただけでずっと見栄えが良くなるんですよ。それは理想的な夜空で撮影ができなかったり、デジタルカメラが天体写真の撮影を想定していなかったりで、取っ手出しの画像だとどうしても不満な点が出てくるからなんです。それをレタッチによって補ってあげるんです。フィルム時代にも、プリントの際に色見本をつけて、これと同じぐらいの濃度にプリントしてくださいとか、あと背景の色かぶりを補正してくださいって依頼したことがありましたね。そんなことが、自分で簡単にできるんです。だから今まで食わず嫌いで写真のレタッチを避けていた方もこれを機会にどうか取り組んでみていただきたいと思います。星ナビ9月号では、露出不足の天の川、黄色くコントラストの低い月、渦巻きの描写が物足りない M31 アンドロメダ大銀河、そして、ホワイトバランスがおかしく赤い星空、この4例をレタッチの例として挙げています。詳しいレタッチの処理内容は来月以降行います。ここではちょっとだけ、露出不足の天の川をレタッチしてみましょうか。まず、露出不足の天の川を、ソフトウェアに読み込んでいきます。ステライメージですね、これ。露出不足の天の川。処理前、これ。はい。まあ、これはこれでね、結構よく映ってはいるんですけど、まあ、ちょっと露出が足りなくて、全体的に暗いですね。これを、階調の中のレベル調整。はい。こういったヒストグラムが出てきます。このヒストグラムについているハイライト側のスライダー、これをずーっと動かしていきますと、あたかもね、露出を増やしたかのようなそんな画像になります。でもあんまり、下げすぎてしまうと今度は美しくないですから、程よいところで止めることにします。そうですね、僕の好みだったらこれぐらいがいいかな。これをね、どのくらいの明るさがいいかっていうのは、それぞれ処理する人の好みがありますので、画像を見ながら、ちょうどいい感じに仕上げればいいと思います。これで OK、 いかがですか。とっても簡単ですよね。本連載ではね、決して難しいことは行いません。僕自身もまあ、高度なレタッチというのは苦手ですし。それでは、来月もどうかお楽しみに。